皆さんこんにちは、ムチョと申します。昨年度から今年にかけてノーザンファームが前代未聞の大記録を達成したことをご存知でしょうか。私も先日久々に優秀を買って知ったんですけれども、現3歳世代の JRA 重賞19連勝を達成したんですよね。昨年札幌2歳ステークスのソダシからチューリップ賞のメイケイエールまでずっとノーザンファーム生産馬が3歳重賞で1着だったと。凄まじいですよね。ということで今回はですね、ノーザンファームがどれだけ一強にあるのかっていうこと、そしてですね、そこに穴はないのか、それ以外の牧場で勝つ条件っていうのはないのかっていうのをちょっと話させていただきたいなと思っております。まあ、まずはですね、分かりやすく生産者リーディングっていうのを見ていただきたいと思っております。まあ、当然だからノーザンファームがね、一人突き抜けた成績を上げてるわけですよね。ご覧ください。1着の数、2位のシャダイファームが118勝、それのほぼ倍、229勝と。重賞に限って言えば、おそらくこちらも第2位であるシャダイファームが5勝で、その6倍の30勝をノーザンファームは上げていると。もうこれだけ見たらですね、いやもうノーザンしか勝たん状態じゃないですかとなるわけですけれども、頭数の多さっていうのは間違いなくあるんですよね。優秀によりますと、今年の出走回数のランキングでは3月終了時点で1355回と、第2位のシャダイファームが980回ということを考えれば、まあ、300回以上多くの馬が走っていると。まあ、とはいえですね、それは決して数の暴力じゃないっていうことは皆さんもご存知かなと思います。逆にね、ノーザンファームの馬は大事に使われすぎじゃないかと言われたりもしますよね。まあ、それを成績で表してるのが副賞率、そして勝率ですよね。副賞率は他の牧場がほぼ2割台の中3割1分、勝率もですね1割1分9厘ということで、もうね、この率という意味でも突き抜けた成績であることがわかります。まあ、つまりですね、量はもちろんのこと、質もダントツで高いということですよね。もうこれだけ見るとね、ちょっとノーザンファームかなわないかなと、ノーザンファーム一強やなと思ってしまっても仕方のないところなんですけれども、ただですね、今回私がですね、ちょっと重賞の3着までの今年の生産牧場っていうのを調べてみたんですよね。この後データでもご紹介しますけれども、まあもちろん大半の分野でノーザンファーム独占はしてるんですけど、とはいえですね、その中でも少し狙い目と言える分野はあるんじゃないかなっていうのが私の結論ですね。ということでですね、今年の重賞レースで3着以内に入った馬たちをまとめてみました。ノーザンファーム生産馬には黄色をつけております。レイクビラファームとかシャダイファームの生産馬っていうのも、まあ、数多くいるんですけれども、今回はですね、ノーザンファーム生産馬のみに限らして色をつけております。まあ、レイクイラーファームは特にノーザン子会社みたいにはなってるんですけれどもね、ただまあそこを入れなくても相当な数になってます。まあ実際見ていただければわかりますけれども、もうね、特に重賞とか G1 に関してはノーザンかそれ以外かみたいになってしまってますよね。まあとはいえですね、先ほども少しお話ししたように、まあ、今回調べてみて、そのノーザンファームの中でも、まあ、全ての条件が得意っていうわけではなくて、まだまだ狙い目な分野っていうのはあるのかなっていうのが今回調べてみて思いました。まあ、まずはね、もう明らかにノーザンの支配下にある条件っていうのが芝の中距離周辺ですよね。具体的な距離で言うと、芝の 1600m から芝の 2400m、 ここはですね、正直ノーザンに勝つには相当なガッツが必要になると思いますね。特に3歳、紹介したように重賞19連勝を達成したということで、とんでもないですね。3歳のレースで相当するとこんな感じになるんですけれども、もうね、すごい数ですよね。21レース中16レースがノーザンファーム生産馬、それ以外の牧場は5つのみしか勝てなかったと。その中にクールキャットみたいにね、レイクビラファームの馬もいるわけで、まあすごいですよね。逆に言えばね、タイトルホルダーなんかはシュネルマイスターやダノンザキッド、ノーザンの中でも頂点にいるような馬たちを任したわけですから、相当の姿を感じますよね。岡田スタッド、さすがです。まあただね、特に G1 となると、そういったノーザンの中でもトップの馬たちが揃ってくるわけで、皐月賞は1着3着ノーザン、桜花賞は3着前独占、 NHK も3着前独占ということで、まあ、正直言ってですね、3歳のクラシック路線という意味でノーザン一
況と言われてしまうのは、まあ事実としてしょうがないところはあるのかなというところですよね。ただですね、私の中ではここにはちょっとしたからくりがあると思っておりまして、まあ3歳のこの時期って1600から2400までのレースっていうのがめちゃめちゃ多いですよね。例えば芝1000人の重賞レースとか、まあ、3000メートルのレースとか、あるいはダートの重賞競争とかって少なくとも4月まではないですからね。そこがあったらまたですね、変わってくるんじゃないかなと私は思っております。まあとはいえね、2歳児に芝1000人とかのレースもね、ノーザンが勝ってるので、まあ、強くは言えないところなんですけれども、ただそれは4歳以上になってくると明らかに出てくるんですよね。中長距離は変わらずノーザンの独占状態続くんですけど、例えば見てください、東海ステークス、ネギシステークス、シルクロードステークスのこの重賞3レースなんかは一頭もね、ノーザンファーム生産馬いなかったんですよ。白老とか社大ファームはいますけども、まあ、普通にね、日高系の牧場の生産馬数多くいますよね。でここの条件が先ほど言ったダート1008、ダート1004だったり、まあ、芝の1002となってるんですよね。 G1 のね、フェブラリーステークでもやっぱりダートはノーザン生産馬3着いないのはいないんですよね。まあカフェファローに関してはね、ノーザンファーム育成ではあるのかもしれないですけど、少なくとも生産馬ではないです。アメリカからの輸入馬なんでね。でそれ以降もですね、まあ、芝の中距離周辺は、まあ、ノーザンファーム生産馬多いんですけれども、3歳に比べるとね、だいぶ白いところが多くなってきたように感じるんじゃないでしょうか。テリトリアルとか空手とかギベオン、ウィン・マラリンといった馬たちがね、3歳児にはちょっとかなわなかった距離でも他の牧場がね出てくると。あとは障害もね、ノザファームあまり目立たないところありますよね。まあただそこを狙うっていうのは結構難しい部分ではあるんでね、日本では障害専用の勝負馬とかはいるわけではないので、まあとはいえね、3歳児よりも支配力がちょっと薄れた感じはありますよね。そしてまた3月の後半になってくると、マーチステークスも1着こそノーザンですけれども、2着3着は別ですし、芝千年の G1 高松の宮記念では1着ダノンスマッシュでしたよね。経営ファームは決してノーザングループではないですからね。ダノンプレミアムもそうですけど、本当に頑張ってると思いますね。オーシャンステークスもコントラチェック1着ですけれども、カレンモエ、ビアンフェはね、他牧場生産馬、中山グランドシャップもノーザンファーム1頭もなし、アンタリスステークス、ダート 1800m もノーザンファーム1頭もなし、マイラーズダービキューチャレンジトロフィーは1着2着どちらもノーザン、大阪杯はレイパパレノーザンですね。色を聞き忘れてました。で天皇賞春ワールドプレミアノーザン、ただこちらもね、大阪杯は重馬場ということもあってね、やっぱり馬場っていうのはノーザンファームに大きく影響してくると思いますね。明らかに高速馬場に向いた馬を作ってますよね。まあこれほとんどがそういった馬場になるので当然なんですけれども、たまにこうやって G1 の週でも馬場悪くなるとね、日高系の血統だったり生産馬っていうのが目立つことも多いですよね。まあそれをこなしたレイパパレは本当に素晴らしいですけれども、天皇賞もね、芝 3200m、 やっぱりここまでの長距離っていうのはノーザンファームもそこまで強く評価してないっていうのは正直あると思いますね。フィエールマンとワールドプレミアこそ長距離で目立ってますけれども、2着3着はねそれ以外の生産馬ですし、まあこれは一番分かりやすいのが、フィエールマンが社大スタリオン入りできなかったっていうことにね詰まってると思います。そういう意味でですね、今後もやっぱり3000超えてくる長距離っていうのはノーザン以外にチャンスあると思うんですよね。そして先日の新潟大賞典もね、やっぱりあれはもう馬場が三塁ポケットかなりうまく走れてた部分はありますよね。パンパンの馬場はやっぱりノーザンに向きますけれども、力のいる馬場はチャンスありますよね。でちょっと順番ぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけれども、牝馬のね重賞も下の方に来ちゃってますが、まあなんかこうやって改めて見てみると、コバになってからの牝馬先生は社大ファームの生産馬がかなり頑張ってますね。マジックキャッスル、ラングリンガーレー、デゼルと、あとはいえディープロードカナルはディープディープということでね、さすがだなというところでございます。ということでですね、まあちょっと長くなりましたけれども、結論としてはですね、やっぱりノーザンファームの一強っていうのは間違いないんですけれども、ダートのレース、そして芝の短距離、そして超長距離っていうのはまだまだ狙い目あるんじゃないかなと思っております。まあ、特にダートなんかはね、今回調べた回レピアフィット以外3着まで全て他の牧場ということでね、ここまで穴場だったのかと思うところですよね。
多分地方重賞に関してもマルシオレーヌとか除いてノーズファーム生産馬ががっつり目立ってるかと言われるとそうでもないですよね。あとは芝の短距離もね、まあ、特に千人ですよね。やっぱり穴場と言えるかなと。やっぱりノーザンファームはですね、ロードカナルアもそうでしたけど、あくまで短距離はマイルを重視してると思いますね。ロードカナルアがああやってマイル頑張って使って結構強気の競馬をしてでも勝ったっていうのは結構勝馬入りした後大きかったと思います。それがなかった場合ですね、芝の1200のみの G1 勝ちってなっていたらサダイスタリオン入れたかどうか、まあ、もし入れていっても繁殖の質的にはどうだったのかなと思うところはあります。それぐらいですね、見ていただけば分かるように1600から2400っていう距離に力を入れてるっていうのが今回分かったと思います。あとは芝の中央距離と障害です。まあ、ここを目指す決闘を探しててもね、難しいんですけれどもね。まあただあれだけ長距離の G1 を勝ったフィゲールマンがね、謝罪スタリオン入りできなかったっていうのはそこまでかと正直思うところはありますよね。まあ、ワールドプレミアも勝負場入りできるでしょうから、どこに入っていくのか興味深く見たいと思います。はい、ということでですね、ノーザンファームについて熱く語らせていただきました。まあただですね、ノーザンファームもそのダート路線とか短距離路線っていうのに力を入れていくのかなっていう傾向は正直見受けられるんですよね。ドレフォンなんかがまさにそうで、現役時はダートの短距離の G1 しか勝ってないわけですよね。まあ距離持つそうな産駒が多いですとは雑誌とか見ていて言われておりますけれども、ただやっぱりメインとしてはね、チスと同じ距離適性、そしてダートでなってくると思うので、そこをねちょっとシェアまた捉えちゃうとなかなか厳しくなってきますよね。育成自体がもう芝の中長距離目指すノウハウが出来上がってると思うんでね、まあ、すぐには血統の力だけでそこをがっつり奪ってくるってことはないとは思いますけれども、まあこのドレフォンがどこまで成功するのかっていうのはノーさんにとっても競馬界全体にとってもかなり注目すべきじゃないかなと思っております。まあただ今の時点では成功する可能性高いかなと思いますよね。評判を聞いても先日のトレーニングセールの動きを見てもね、まあいい動きしてますね。ということで、少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。